藤田和弘は日本の漫画家。北海道旭川市出身。本名、藤田和弘。旭川市立東町小学校、第21回卒業生。北海道旭川東高等学校、日本大学法学部新聞学科卒業。原子言葉は東京都豊島区。血液型は A 型。1988年に、 連絡船機ンが週刊少年サンデーの増刊号に掲載されてデビューし1990年より週刊少年サンデー本誌で開始した牛音虎で連載デビュー代表作に牛音虎、カラクリサーカス、月光条例、ジャガンは月輪に飛ぶなど主に週刊少年サンデーで活躍もともと話を考えるのが好きで高橋ルミ子のホラー短編 闇をかける眼差し、笑う標的を読んだことをきっかけとして、漫画家を目指す。絵の描き方について、試行錯誤を繰り返していた、高校時代に、アニメ映画、クラッシャー上の舞台挨拶のため、地元旭川に訪れた、安彦義和へ質問した思い出を持つ。そのイベントで、安彦が、目線が決まると、体の向きが決まると発言したのを聞き、 人物はまず目から描くことに決めたという。この描き方はプロになってからも続けられている。大学では漫画、イラストなどの修行のほか、アニメーション監督の牛守の兄を直接の先生に形意見の修行歴があり短編集の作品にも反映されている。ア利義ヨのアシスタントを経て、 1988年に第22回新人コミック大賞に入選した連絡船タンが週刊少年サンデーの増刊号に掲載されてデビューを果たす。そして1989年に牛音虎で第2回少年サンデーコミックグランプリに入賞。この賞は少年サンデーが主催していた新人賞で受賞作がそのまま連載となることを歌っていた。 翌1990年により、少年サンデー市場で同作の連載を開始する。同作は6年以上にわたり連載され、OVA 化などもされる人気作品となった。1997年から2006年まで、少年サンデーで、カラクリサーカスを連載。およそ9年にわたる長期連載となった。カラクリサーカス終了後は、少年サンデーを離れ、ビッグコミックスピリッツ。 モーニングと一時的に青年誌へと活動の場を移す。2008年には再び少年サンデーに戻り、2014年まで月光条例を連載した。現在、少年サンデーで総ーーィンコアスベシを連載中。2015年から2016年にかけて牛音、虎が藤田作品では初めてテレビアニメ化された。 自作品のカラクリサーカスも2018年から2019年にかけてテレビアニメ化されている。掲載詞の記載がないものは週刊少年サンデー及びその増刊号。各作品の詳細などについてはリンク先の各記事を参照。漫画単行本書誌情報の詳細などについてはリンク先の各記事を参照。その他藤田はアシスタントに ここに来たら全員漫画家になって出てってよと述べており、実際に藤田の元から独立、デビューした漫画家を多数輩出している。ありがとうございます。